イヴァン・ペリッツオーリは、イタリア・ロンバルディア州ベルガモ出身の、元同国代表のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。地元、アタランタ BC の下部組織出身で、2000から01シーズンに、セリエ A にデビューし、若手の中でもとりわけ注目を浴びた。2001年8月5日、遺跡金150万ユーロで AS ローマに移籍した。移籍当初は、 フランチェスコ・アントニオーリの控えであったが、2003から04、シーズン中盤には、セージー・ケになった。しかし、不安定なプレーから、ジャンルカ・クルチやカルロ・ゾッティにポジションを奪われた。ゾッティが退団した2005年、ドニの加入もあって、レッチーナ・カルチョに移籍。ニコラ・パバリーニと、セージー・ケの座を争った。2007年1月31日、移籍金300万ユーロの4年契約で、 ロシアのロコモティフモスクワに移籍。しかし、出場機会には恵まれず2009年8月31日に UCRB のレッフェーレンタル移籍してイタリアに舞い戻った。2010年8月2日にカリアリカルチョに完全移籍。フェデリコ・マルケッティがクラブ首脳陣と対立して干されたため政治系を確保するかと思われたが、ミカエル・アガッチが対等したためわずか一試合の 出場に終わった。2011年7月13日、セリエ B 所属のカルチョパドバに移籍。マッティア・ペリント、ポジション争いを繰り広げたが、負傷もあって18試合の出場にとどまった。2012年8月31日に20年ぶりに、セリエ A に昇格したデルフィーのペスカーラ1936に移籍し、再びペリント同じチームとなった。 当初はペリンの控えだったが、失点が増加した終盤戦にポジションを奪取。随所に好守備を見せたが、悪い流れを変えるには至らず、最下位でセリエ B に降格した。2003年にイタリア代表にデビュー。2004年オーバーエイジ枠でアテネゴリンに出場し、銅メダルを獲得した。ありがとうございます。